はい、どうもこんばんは、おスパイです。本日は、京都大学の入試問題を解いていきたいと思います。2021年文系の数学の問題で、十進法で表された数 6.75 を二進法で表せ、またこの数と二進法で表された数、101.0101 との積として与えられる数を二進法および四進法で表せ。二進法とか四進法とかですね、あまり聞き慣れないような、言葉が出てくるかと思いますが、二進法というのがですね、基本0101のようにですね、2つ数があると、繰り上がるというような数え方ですね。はい。で、通常 Python の計算というのは、十進法と呼ばれるですね、10個数えると桁が1つ上がる数え方になっていますので、普通に足し算引き算すると十進法で計算されるという形になります。まずはですね、この十進数っていうのをですね、二進数に直していきたいと思いますが、整数値のですね、二進数変換はですね、WIN というメソッドがありますので、こいつを使うとですね、十進数を二進数に直すことができます。例えば6であれば、110という形で表されます。最初の 0B っていうのがですね、二進数ですよという意味合いですね。それでは 6.75 を二進数に変換してみようと思いますが、この関数自体はですね、整数値にしかちょっと対応してないようでエラーが出ちゃいますね。フロートオブジェクト cannot be the なんたら as integer ということで、整数値しか変換できないか、この小数点が含まれた分をですね、二進数に直すっていうのはちょっと苦戦しそうですね。単純にこの整数だけならいいですが、小数点部分を考えるにはどうすればいいかというと、通常のこの二進数ですね、二進数の小数点は、2分の1、4分の1、8分の1というようにですね、2の何乗分の1という形で考えることができます。0.75 であればですね、2分の1と、4分の1という形で表してあげるということになりますね。はい、ではそんな考え方を、実行するですね、関数を考えてみれば、うまく変換できるんじゃないかなと思います。自力でですね、やるのちょっと辛そうなので、フロート2ビンというですね、小数点値を、バイナリ、二進数に直す関数を作ってみました。はい。そうすると十進法で表された数 6.75、 これが二進数の小数点表記に置き換わるはずですね。実行してみると、出ましたね。6.75 は二進数に直すと 110.11 ですね。110じゃないですかね、110.11 ですね。はい。6は先ほどやりました通り、110というか110ですね。なので、小数点部分がちゃんと計算されていますということになります。2分の1足す4分の1で、0.75 ですね。はい。ということで、十進法で表された数 6.75 の二進数は答えが出ました。問題にはまた続きがありましたので、先ほどの 6.75 を二進法で表された数にしたやつと、もともと二進法で表された数 101.0101 との積として与えられる数を二進法および四進法で表せというものですね。で、Python ではですね、ちょっと二進法同士の計算がめんどくさそうなんで、一旦この、二進法で表された数を、十進法に直してみたいと思います。そうすれば十進法同士のですね、小数点計算は楽ですね。
ということで、二進数の 101.0101 をですね、十進数に戻す、関数を作ってみました。ビンツーフロートというやつですね。こいつをですね、うまく使ってあげると、二進数 101.0101 これをですね、はい、十進数放棄に、直すことができましたと。十進数だと 5.3125 ですね。はい、これと先ほどの 6.75 十進数同士なんで、まあ計算はできますねということで、計算をしてみましょうね。はい、そうするとですね、十進数と 35.859375 という形になります。あとはこれをまた二進数に直すということで、一番最初に作ったフロート2ビンをそのまま使って、一旦十進数に直した1.0101と 6.75 をかけたこの結果ですね、こいつを二進数に戻してあげるということで、最終的な二進数の方の答えは 1.0001.110111 になるんじゃないかなと思われます。はい、でもう一個の答えとして四進数ですね、四進数に、するにはですね、四進数に直す関数に変えてあげました。二進数との違いはですね、割り算とかのところをただ2から4に変えてるだけですね。ということで、まあそんな関数を定義した上で、今度変わるところがですね、まあ最後4進数に直すだけというところですね。結果としては、4進数表記にすると 203.313 ということになるんじゃないかなと思います。2進数の答えが 10001.110111、4進数だと 203.313 ですね。4進数とか何を考えてるんですかね。こんなの絶対一生のうちで一回も使わないだろうっていうような考え方が今日初めて出てきたような気がしますね。はい、ということで、この問いの問題の、答えとしては、このような結果になるんじゃないかなと思います。本日はここまでです。それでは。